はい、皆さんこんばんは。2018年4月の17日、夜中の3時です。よろしくお願いします。風船プレゼントありがとう。おいっす、こんばんは。あれ、みのむしさん、T シャツ届いたよね。この前話したよね。T シャツ届いたよね。届いてなかったっけ？もう届いてる。あ、届いた？オッケーオッケー。了解です。じゃあ、郵送してます。この追跡番号。オッケー。ありがとうね。まあ、しかし、まあ、アンチはなんでこんなうるさいんだろうな。おい、いらっしゃい、のまえにさんいらっしゃい。なんでこんなに口出すんだろうな。よくわかんねえよな。なんなんだろう。理解できないわ、全然。横やり入れるのが好きなんだろうな、多分な。泣いてないよ。意外と達筆とかもう言わないで。シワもホコリもなくてレターパックで届いて 梱包も完璧だったとか言わないで。ブランドが、和同ブランドが崩壊するから。あ、結構物いいでしょ、これ。買ってくれた人はよく言ってくれんだけどね。買わねえやつが文句言うのがよくわかんねえよな。だから商売とかやったことない、多分ガキなんだろうな。さっきの津軽仕事調べてないね。一眼カメラで、あ、映画のタイトルなんだ。津軽百年食堂。あのね、映画とかをね、勧めてくれる場合ね、ツイッターとかの方がありがたいんだよね。やっぱコメントってさ、流れていっちゃうじゃん。だから興味あっても、配信でどう返すかとかさ、トークの方に集中してるから、どうしてもね、向いてないんだよ。もしさ、ツイッターとかで書いてよ。ワド、この映画面白いよ、とか。どうしたら覚えておけるからさ。普通の枠初コメありがとう。若輩は猫じゃない。気に決まってんだろうってどういうこと？なんかまあ、いつも言ってるけど、なんだろう。戦ってないやつが戦ってるやつを否定するんだなっていう。戦わないやつが戦うやつを笑うんだよ。楽天ぐらいなくてもってどういうこと？そりゃそうだろ。買いもしない、何も関与しないで物事するのが気に決まってんだろうって言われても、日本語はわかんないよ。何？気に決まってるって何？あ、するのが気に決まってんだろうか。ごめん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 。ガキに、ガキね。はいはいはい。やっと意味わかった。子供ってことね。はいはいはい。
今やっと分かった。そりゃそうだろ、介もしない、何も関与しないで物事否定するのをガキに決まってんだろうね。悪い悪い。やっと意味分かったわ。いやー、のんちゃん楽しかったね。久々、暑かったけどね、今日外出るには。でもどうしても誕生日やりたかったんだよね今日。そう、無理言って、のんちゃんには無理言ってお願いしたよ。そう、どうしてもなんか、そうそう、過去を振り返った時に思い出になるじゃん。ああ、テミーワード2、お疲れ。ね、展望台行ったね。そう、都庁の展望台で夜景見てきて、のんちゃんと来たいなと思ってたから、近く歩いてたから夜景見てさ、のんちゃんち向こうだよとか、東京タワーかなとか、あれスカイツリーだねなんて言って、楽しかった。すげえ楽しかった。やっぱお出かけは楽しいよ。たまには外出たい。行くまでが大変。そうなんだよね。行っちゃったら楽しいんだよね。だから最初の一歩だよね。初めの一歩。大変なんだよね。のんちゃんは、アイス買ってきてとか言わない。のりこの性格分かってない。俺にそういうこと言ったこと一言もない。1年半付き合ってて、絶対言わないのりこは。そういうところが好きなんだよ。
のんちゃんはね、俺をね、悪くそういう風にしたこと一回もないよ。今まで付き合ってて。言わなくても買ってきてくれ。公民館の予約場所はやっぱり地元ですか？どういうこと？やっぱり地元？いや、普通にわかんない。どういうところで上映すればいいのか。なんかでも映画見る場所さえあったら別にどこでもいいと思ってて。なんかその、なんだろう。あるの。なんかインディーズの作品とかを公演してる映画館とかあるんだけど、お金がいくらかかるのかとか俺わかんないんだ、まだ。まあ、とりあえずそれは撮ってからだなと思って、作品ができてこういうものを作ってるんですけど、っていう風にアプローチしていったりとかしないといけないから、撮った後に動くもんだと思ってて。あ、絶対そういうこと言わない。俺そういうこと言う人とは付き合えないもん。ありえない。のりこのこと全然分かってないよ。のんちゃんが俺を悪く言ったことなんか一回もないよ。構成って何？あ、でものんちゃんとの出会いは衝撃的というか、すごくいい、生きてく上でいい流れになったね。うん。のりこがいて、だいぶ、変わったというか、自分の中で。生き方が変わったよね。のんちゃんと一緒にいて楽しいよ。暇つぶしの何？外吉だった。
プロの業界の人たちからの問い合わせはこの枠で見て知って連絡来たの。そうなの。だから元々の俺のリスナーさんじゃなくて、いや面白そうなことやってますねってなって、で、映像関係の人がやっぱふわっちとか見てることって多いの、その映像関係の人って。で、今日来たのは、プロのキャメラマンやってて、で、こういう業界とこういう業界とこういう業界やってて、今でも現役ですって。で、もしよかったらプロジェクト参加したいんだけど、っていうふうに来たね。だから、全部初見さんっぽい感じだったね。今度一回会ってみましょうっていう話をして。監督さん、キャメラマンさん、照明さんとか、いろいろ。来てるね。俺は詐欺なんかしてないよ。いや、だからやっぱね、俺も勉強させてもらいたいし、だからサブカメラとか僕持ってますから、全然サブカメとか必要だったら言ってくださいとかもあるし、素人でも参加できるのとか。俺もなんか、和道と同じでガキの頃映画撮りたかったから、一緒に協力できたら、ねえ、やりたいんだけど、なんか手伝えることあるとか。いや、普通に単純に嬉しいなと思ってて。一緒に作れたらなと思ってる。あ、そうだね。いや、本当にのりこと出会って本当に良かったと思ってるよ。だから今日ぐらいわがまま言っていいのにと思ったけど、わがまま全然言わないんだよね。プレゼントぐらいしてあげたいよね。よくわかんないのが、なんかスマホで撮れるだろうっていうのって、マジな話どう思う？スマホで撮れるだろう、スマホで撮れるだろうっていうのってさ、あとなんか商売やってて原価中っているじゃん。すげえ子供だと思ってて、あれってどうなんだろうね。何言ってんだろうって思うんだよ。なんかスマホで撮れるだろうっていうのと、そのなんか限界いくらだよって言ってんのって、俺すごい幼い拙い考え方だと思うんだけど、みんなはそう思わないのかな。あ、世の中全部原価で回らないし、これ間違ってる、どうなんだろうね。俺は何言ってんだろうってなるんだけど、正直何言ってんだこいつなんだけど、間違えてんな、これ。
れは本気で言ってんのかな。スマホでも撮れるけど、まあそれなりの絵しか撮れないよ。いや、まあなんつうんだろう、いや撮れることは撮れると思うけど、無理があるじゃん。それってなんかドラムフライパンでもいいだろうみたいな、 V ドラムでいいだろうみたいな話に聞こえてくんだよな。なんかロッなんだろうな。なんか変な話に聞こえてくるんだよね。なんかちょっと俺はしっくりこない、やっぱり。スマホで撮れないこともないんだよ、別に。ただ、それはそれでまた別のものでしょっていう感覚があるんだよね。なんか、なんかしっくりこないね。あと学校行けはもう論外だよね。学校行けって何と思って。学校行けは副レベルだと思った。ああ、まあまあそういう話だよね。作れないことも確かにないけどっていう。別にその作家のやり方でいいんじゃねえっていうふうには思うよ。なんだろう、うまい例えが見つからないんだけど。なんか違和感を感じる。これってなんか論点ずれまくってるっていうか、それを言って何になるんだみたいな。いやだからトレーラーも見せろっていうのも意味わかんなくて、あのそれもつながってる話だと思うの。だってこういう映画のコンセプトが撮りたいっていう風になってた時に、スマホで撮ったら絶対劣化するわけじゃん。だし、なんで金を出さない人にプレゼンをしないといけないのかが俺はよくわかんないかな、だったら金払わなきゃいいだけじゃん、口出さないで、だってそれってさ、金を払わない人に見せたらただ見せにしてるだけだから労力の損なわけじゃん。だからそれをやるんだったら次回作で別に1作目ができて面白かったから2作目出すわっていうのが普通の流れだと思うんだよね。じゃね、だってその方がクオリティ高いものが見れるわけだから。だったらトレーラー作るための金を出資してから言えよって俺は思う。それを言うんだったら、なんでお前のために労力を割かないといけないんだっていう、そういう感覚はあるよね。間違ってるだろ、なんでタダで人を使わせようとするんだろうこの人たちって圧倒的な違和感を感じる。別に気に入らなきゃさ、金出さなきゃいいだけの話なんだから、そう思わねえ。そうそうそう、受けては逆の考え方だと思う。受けてはってどういうこと？受けては逆の考え方？
受け手？受け手は逆のか、受け手って何？受け手？金を出す立場。いや、出さなきゃいいじゃん。出さなきゃいいじゃん。だって普通に頑張ってねっつって金出してくれてる人いっぱいいるぜ。そうじゃね。あ、延長するんでアイテム花火お願いします。金を出す人はだからそれを求めてるんだったら別に次回作とかで出せばいいんじゃないっていう。違うのかな。どうなんだろう。延長お願いしますって言われてもさ、50円かかるから、アイテム頼むよ。ちょろっとでいいんでみんなでこの放送を続けさせて。ありがとうございます。ハート5個ありがとう。サンキュー、ありがとうございます。ありがとう、ハートありがとう。サンキュー、あざす。なんだろうな。まあまあ真剣に向き合っても無駄だよな。真剣に考えてないからね。あ、一発11円だね。だから買ってる方は22円かな。俺には11円入る一発で。今6発で66円だから。あ、ハート5個がちょうど延長代ぐらいだ。55円だから。なんかさ、なんか俺金を出した方が正義だっていう考え方ってもう改めた方がいいと思ってるんだよね。すげえ古いものの考え方だと思って。だから大企業とかがお客様は神様ですって言った時点で俺は違うと思ってて、本来はこの値段800円で定食出しましたと。で、800円払ったらトントンの関係だと思いません？客側はサービス受け取った、サービスっていうのは料理を作ることとか料理でしょ。で、そこで対等な関係じゃん。普通は。商売人と客が。それをさ、過剰サービスをすることによって付加価値をつけるためにさ、ありがとうございますとかお客様は神様ですっていうさ、ところで、ガチャガチャやりすぎて客の方が偉いんだって子供の頃から洗脳されてるんだと思うの。で、俺なんだろう、そこ違くねみたいな。普通に昔だったらさ、なんつうの、おー、いつも来てくれてありがとう、今日負けとくよとかさ、タメ語だったじゃん。でサービスとかも人によって違かったりとかするのが商売じゃん。だからなんか今の社会ってそのお金を投げ、あの客の方が偉いんだ根性がすげえあると思ってて、なんか普通に商売やってるんだったら本来はお客様と店側って対等な存在じゃないとおかしいよなと思うの。だからそれがね、なんかね、働けっていう言葉とかにつながってるんだよね。買ってくださいっていうのもおかしいと思うね。だから、なんだろう。
安いよ安いよとかのノリでいいと思ってて、そう思わない？どう、兄ちゃん今日いいの入ってるよとかさ、売ってくれて、別に、なんだろう、そこまで思わなくてもいいんだけど、売ってくれてありがとうっていう気持ちは皆無になってるよね。当たり前になってるっていうのが嫌だっていうかさ。だからさ、その花火もらう立場じゃん、俺って。で、形のないものをさ、に対してお金を投げられてるからよくわかるんだけど、お金投げる人ほど頑張ってくださいねとか、少なくてごめんなさいとか、逆だよって思うの。花火投げてくれたりとか、高額アイテム投げてる人ってさ、俺にとってはさ、ずうずうしく、ずけずけ入っていいよって思うの。で、無課金のやつほど偉そうにうんちくたれて、偉そうに詐欺なのなんだとか言ってさ、何にもしないわけじゃん。人の邪魔しかしないの、無課金税って。で、アイテム投げてくれる人が少なくてごめんねとか、おかしいよ、この世の中。もっと堂々としてほしいもん。わどーっつって。今日もやってんなーっつって、小遣いやるよっていう。だからね、なんか変な違和感感じるんだよね。人間できてる人ほどさ、応援してくれて。そうそう、マーケティングの行き過ぎた結果だよね。そう。要はそれが当たり前になった時に、心ない社会が生まれたんだよ。心の通わない社会が生まれたんだよ。商店街はシャッター商店街になり、過剰なサービス、働いてる方は心を病み、働くことが奴隷になったんだよ。喜びがなくなった、労働の喜びを奪った。本来働けなんて言うもんじゃないもん。働いてたら楽しいぞっていう大人いないもんね。まあいないとまでは言わないけど、稀有な存在だよね。なかなか見ない。俺そういう人かっこいいと思うけど。そうそう、買いたくなければ買わなきゃいいじゃねえかよ。邪魔だよっていう感覚な、俺は。何文句言ってんだよ。見たくなかったら見なきゃいいじゃねえかよって。そう。だからその感覚なんだよね、俺は。なんでお前らを過剰接待すんだっつって。するわけねえだろみたいな。だから嬉しいよ、やっぱ。ニコ生からのファンですって。頑張ってくださいねって。コメントあるじゃん。ありがとうって。ねえ、俺配信者ってさ、アイテムありがとうっていう配信って俺、配信者じゃないと思ってて、俺、ひろゆきの放送、YouTube ライブで見てんだけど、お金くれてありがとうって一言も言わないの、ひろゆきって。アイテムを投げた人を優先的に必ずコメント読むだけなの。それが俺、正しい放送だと思ってるね。コメントほとんどスルーして自分語りをしてんの、ひろゆきって。自分が喋りたいこと喋ってて、で、花火っていうか、200円とか100円とか1000円とか投げてくれた人のコメントを必ず読むっていうことをやってんだけど、ありがとうって言わないよ。俺、それが本来正しい配信だなって最近思い始めた。本来はアイテムってそういう機能なんだけどね。今なんか働くことを罰ゲームみたいに言うのすげえ嫌だもん。働け、バイトしろって。バイトすることも働くことも罰ではないから。すげえ尊い活動だと思うんだけど、なんか嫌だよね。だからそのかっこよく生きたいなって思うもん。リスナーとの線引きすごいあるよ。まずコテハンを読み上げるなんて絶対やらないし、ナチュラルに放送を楽しんでるなと思うね、ひろゆきさんは。でもさ、ニコ動の株主だったりとかさ、執行役員だったひろゆきが YouTube ライブやってるっていうのは俺すげえなって思うよ。
結構えぐいよ。ひろゆきが YouTube ライブやってるっていうことをドワンゴはどうして問題しないんだろうと思う。めちゃめちゃ面白い話してるもんな。ひろゆきの話は聞きに行っちゃうもんだよ。本来ね、リスナーと配信者の距離感ってすごく遠くていいと思ってて、最近すっごい近いよね。で、セックスをするとかさ、恋愛感情になるっていうのってさ、まあ俺もノリコと恋愛感情になってるからここ微妙なところなんだけど、本来絶対あってはならないことじゃん。友達の感覚になるっていうのも俺ダメな放送をやってると思うんだよね。それさ、アイドルがさ、客と恋愛感情とか仲良くなってるって、お客様との関係とかファンとの関係飛び越えてるわけじゃん。だからそれを思ってね、俺オフ会ってもう年1回ぐらいでいいやって、もうオフ会に参加するっていうのが特別な感覚にならないとダメだと思ったの。要はちゃんとプライド持ってやらないと。要はさ、オフパコっていう言葉ってさ、絶対ダメだと思うもん。少なくとも何て言うんだろう、プロ意識はないよね。そこに配信を楽しませようって思ったら、そういうことにはならないわけですよ。あと歌丸師匠のさ、遺言じゃないけどさ、あれすごかったな。なんかお盆をひっくり返してチンコを隠すこととか、髪をこうやってかき上げるだけで笑いが取れるっていうのは、あれは何が面白いんですか？我々はその話で笑いを取って、日本語っていう武器を使ってやってるんですよって。その笑いを舐めてもらっちゃ困るって言ってて、すげえかっこいいなと思ったもん。俺はだからプロ意識っていうよりも、配信者ってこうあるべきだよねっていうのあるよ、自分の中に。だからその T シャツをさ、2万4800円で売るっていうのも俺の中で考えてるの。要はね、5000円で T シャツ売ってたら俺の人生いつまで経っても変わんねえんだわ。でしょ？で、俺がどんどんステージアップしていかないと絶対に追いかける意味がないと思うもん。で、それって順番があるけど、少し背伸びしてる状態が俺は心地いいと思ってるの。次次次っていけるから。オフパコの意味聞いたら、あ、そうだよ、オフラインでパコるだから。オフ会って言ってるけど、オン会だもんね、今。オフ会ってオフラインの会だからね。オフパコもオフでパコるって意味だから。いやー、そう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 、セフレ探してる状態になってるよね。だから出会い系サイトまで落ちてるんだよ。そこまで落ちてるか。それ仮想配信者がやってるならいいよ、別に。そうそう、ミクシーの感覚なんだよ、本当に。そう、本当にそれ。いや、仮想配信者はそれでいいの。閲覧10人未満だったらミクシーの感覚でいいと思うけど、少なくとも配信をで飯を食っていく姿勢ではないよね。だから花火くださいって言ったら負けだと思ってるもん、俺。本当に。なるべく言わないようにはしてるけど。自分のリスナーさんに自分の感覚っていうのを理解してもらうのすごく大変だなと思う。あ、でもね、あとね、今日すげえ嬉しかったのが、のりこ生誕祭をやったわけじゃん。のりこ誕生日配信ってやったけど、こんなにのりこのことを祝ってくれるリスナーさんがいるんだと思って、すっげえ嬉しかった。のりこにおめでとうおめでとうって、アイテムもくれるし、のりこおめでとうってみんな言ってくれて、うわ、めっちゃ幸せだなと思った。これは本当に嬉しかったね。のんちゃんと末永くねーとか。
こんなにあったけえのねえなと思って。いやまあ若い時はまあ猿みたいなのはねあるかもしんないけど、っていうかね、オフラインでやっぱリスナーさんと会うっていうことは配信者じゃないと思うよ。要はステージで輝いてるところが見たいわけじゃん、音楽だったら。でプライベートで会いたくないっていう感覚が普通だと思うよ。でディナーショーなんだよ俺の中で。オフ会っていうのはディナーショーって1万円ぐらい払うでしょ2万とか。俺はオフ会はあくまでディナーショーで会ってほしいの、特別な人が特別予約を入れて特別高い金を払って生で歌ってこうやってこうやって回るぐらいでトークを生で見れるぐらいオフラインで、それをさやってスタッフさんが「はい和藤さんもう時間です」って言って「なあありがとう」って言って帰るぐらいがかっこいいと思ってるね。うわ和藤生で見れてよかったわみたいなそれやりすぎかな。俺本当にでもそうあるべきだと思う。だからもうなるべくそのリスナーさんとの距離感は間違えないように、間違えないようにっていうのは徹底してやってるね。昔距離が近すぎたから。で友達になっちゃうと配信とかに口出してくんね。やっぱなんでこれこんなこと言ったのとかさ、それ友達だからそういうことを言うわけじゃん。でも俺の中ではリスナーさんだと思ってるから、あ距離感間違えてるなって思う。あくまでリスナーさん、ファンでないとダメだと思ってるから。だから和道さんと会うなんて無理ですって言わせたよね。そんな心臓止まりますって言わせてなんぼだと思う米のサムネが女だと会おうよとか軽すぎるなって以前から思ってた。え、それ誰の配信、誰のこと。コメントのサムネが女だと会おうよ、それ誰が言ってんのかな。俺は言ってねえぞ。俺はね、男で会いたい人は結構いるから、あこれ面白いなこの人みたいな。なんかでも引くよねそういうのは。金梅さんがかっこいいなって思うのが、全部をさらけ出してるじゃん。全部ネタになってるから俺は許されると思ってんの。劇団に仕上げるからね、全部が全部。あ、20代の配信者。まあ、猿でしょ。まあ、ほっといて、配信者じゃねえよ、そんなもん。要はね、便所さんがよく言ってんだけど、慣れ合っても何にもトラブルしか生まないよっていうのは本当だよ。だってさ、インターネットで手軽に会おうっていうぐらい薄っぺらい絆なのよ。そこに愛情なんてあるわけないじゃん。普通は会ってお食事をしてデートをして価値観があったり生き方に惚れたり、この人すごいなって思ったり、お互いの尊敬があって初めてお付き合いってするもんなんだよ。ネットで会って君かわいいね、セックスしようよ、はあでしょ、はあでしょ、和道さんもよく知ってる配信者数名。いやだから、あの石野浩介がアンコロのサムネを見て一緒に旅行きましょうよって言ってたのは吹いたよああこいつ口説いてると思ってじわったよ俺は。はいはい、こんばんは、風船ありがとう。じわじわくるよね。
あ、だから配信にプライド持ってやってる人とプライド持ってない人ってすぐ分かるよね。一枠で分かるよよっさんはネタで言ってるから。よっさんはネタで言ってる。そこはね、違うんだよね。ちゃんといじるから。いじるし、展開があるから。振られる振りなの、それは。また振られたっていう振りなの。自分の中の展開があんの。だから、よっさんの場合は、ネタまで消化してるから、俺はまた別だと思ってるね。要は、負けの美学をちゃんとやる、振られたところの格好悪さで笑いを取るから、あれは芸だね。要は、いつも言うんだけどさ、なんだ、キレ芸とか言うけど、ただキレてるのと、キレた後の展開っていうのを考えてるかで、レベルが変わるなと思って。風船ありがとうございます。アドは最初から配信にビジネスチャンスがあるって言ってたもん。古いリスナーさんは知ってるよね。ニコ生時代の初期の頃から、見てくれてた人は、まさにフワッチみたいなサイトができるっていうことと、すごく100万ぐらい稼ぐ人がめちゃめちゃいるよっていう。で、これができないのは産業として運営が悪いっていうことをずっと言ってた。でも、どっかが風穴開けたら全部の配信サイトが課金化を始めるよっていう。それはもう予言してたね。ニコ生の頃に。なんでかっていうと、ビジネスが生まれる時って産業の、ユーザーの数が問題なの。で、10万人超えたらベンチャー立ち上げていい頃。で、100万超えたら課金始めても成り立つの。確実に。だってさ、アプリとかでもさ、100万ダウンロードとかでさ、やっぱ、盛り上がるでしょ。だから、ニコ生のタイミングって実は投げ銭やってよかったんだよ、あれ。予算キャラはわかってる、十分で。だから、俺は、約ね、30万人ぐらいのアクティブの、リスナー数。で、配信者の数ももう1万超えてるわけ。あ、じゃあ30万、コミュニティがあったの。で、30万コミュニティの中で、ダウンロード数が1000万超えてたの。ダウンロード数じゃない、アカウント数が1000万超えてたの。なんで投げ銭やんねえんだ、バカって思ってたの。で、結局、俺がその時に言ったのが、スマートフォンに特化したサイトを作った方がいいって言って、要はパソコンの客だけを相手にしてるから、絶対ニコ生はダメになるって。スマホを相手にする操作性が楽な見るだけのサイトっていうのと、まあツイキャスのことなんだけど、まあ天下取ると思ってて。で、俺ツイキャスっていうサイト知らなくて。で、伸びたと。でもまだ来るなと思ってた。だから FC2 が惜しかったんだよね。サイトのブランドイメージが弱かったんだよ。ふわっちはすごく、賢いよ、ここの経営者。ただ、今このままだと後手後手になるね。このままだと滅びると思う。今すっごいテコ入れが必要な時期なの。っていうか、むしろテコ入れしたら勝てると思ってる。今めちゃめちゃね、要はね、多分周期、やっと黒字化したんだよ。ここ数ヶ月、半年ぐらいで。やっと今まで投資してた分を回収して黒になったから、ここで利益をストックするか攻めるかってすごく難しいところの。で、運営さんは当てたっていう気持ちがあるから、ちょっとね、今ね、変なところに金を使ってるなっていうふうに思うかな。今ね、勝負かけた方がいいと思うよ。これ、キャスにも持ってかれるよ。そう、みんなキャスに戻ってるっていうか、キャスの方が母体がでかいから。だから同じことされちゃうと、キートスとか、その投げ銭みたいなことされちゃうと飲まれるんだよ。で、結局、母体がでかい方に、が強いから 危ないよね。すごく危ない。今、ふわっちはもう一個の方向性間違えるだけで、3年後潰れるか、
それともぶっぱねて伸びるかっていう。だからすごく頭のいい経営者とか運営さんもすごく分かってるから、3年後とか5年後とか10年後を見据えてほしいよね。このサイトを守りたい、すごくもったいないよ。風船ありがとう。延長したいんで花火アイテムお願いします。アイテムよろしくお願いします。俺はだけどね、配信の構造的に今やっぱりメジャーになるのは無理だなって思ってるね。やっぱアベマ TV がすごすぎる。3億で作った会社なのに仕掛けまくってるから、やっぱりねテレビ電通博報堂とか入ってる力っていうのは強いよ。いやプロが作ったらやっぱ素人のコンテンツにかなうわけないもん。ありがとう、いいね、ありがとう、ハートありがとう。延長したいんでアイテム少しでも構わないのでお気持ちよろしくお願いします。やっぱなんだろうな、パフォーマーの息を出ないよね俺らは。だから過激なこと全然やっていいと思うんだけど、それライブなんだよな、やっぱ作られたものじゃないっていうか。 KP ありがとう。安倍は見てごらん、衝撃を覚えるよ。もうね本当にテレビなの、テレビのいいところとネットのいいところ全部凝縮されてて文句が一つもない。アベマ TV は本当にいい、あれ天下取るよマジで。テレビとネットのいいところがねもう完全に融和してる。それはサイトの仕組みって意味ね、コンテンツの中身じゃない、サイトの仕組みとして完璧なの。まずテレビのザッピングのチャンネルみたいな感じでトップページに要は番組のサムネがバーって並んでんの、もう文字すらないので、格闘って書いてあったりとか、アニメってアニメが4つぐらいあるの、独自の枠があって、格闘、将棋、漫才ってトップページに20番組ぐらいあるんだけど、生放送で垂れ流してるやつを見るのはタダなので、過去ログを見るのは有料課金なの。要は1000円払ったら全部のコンテンツ無料で見れんの、すっごくいい。要はテレビと一緒で、要はアラーム、要はこの何時の何分の番組を見たいっていう風にアラーム鳴らしたらパソコンでピコンってなるのよ。今ガンダム始まったよとか、コメントないの。それがすごく面白い。要はただのテレビなの、ただのテレビ、要はテレビのコンテンツを焼き増してるだけなの、ただ。で独自のコンテンツもやってるの、その中ですごくいいよ。芸能人がやってるとかじゃないの、ただガンダム流したりしてんの。もうだから簡単に言うと筋肉マンとかガンダムとか古いコンテンツをただ時間で流してんの、でガンダムの時間ですよとか。いやもうだからテレビだよただ単に。で見逃した番組は全部見れますよって、1000円払ったら全部見れますよ、韓流から何から映画からって。要はうちで取り扱ってるのは1000円払ったら見てくださいって。 NHK とかもそうやるべきなんだよ。だからちょっとスカパーとかの有料放送に近いよね、あれは。綺麗な仕組みだなと思ったもん。延長します。だからね、 YouTube が有料コンテンツっていう有料動画っていうのやってたんだけど失敗したんだよ。 YouTuber の特別な動画を要は有料で売れますよってやったんだけど、そうそうそう、見たい時に見れるっていうのは最高なんだよ。要はね、テレビってもう財産なんだよ、持ってる。要はビデオがいっぱいあるわけじゃん、倉庫の中に。あれってもう金のなる木なんだよ。要はテレビ局がどっかと提携してそれを売ればいいんだよ。だって昔のコンテンツ面白いね、いっぱいあるんだもん。それ1個10円でも取ってこな、1話、見放題で1000円でもどっちでもいいよ。もうだってそこに予算かける必要ないのも倉庫に入れてるだけなんだから。だってトリックとかさ面白かったじゃん、ドラマ。トリックがさ
1ヶ月間全部見れるってなったら1000円払うもん俺。それこそさっき話した野島伸司作品も全部見れますよとか、うん、要はね、でもね、それを1個のサイトでやってほしいの。アベマに1000円、ネットフリックスに1000円、プライムビデオに1000円とかやると分散するでしょ。だから俺はどちらかっていうと、もう金は払うから便利にこうなんつうの、全部のサイト網羅できるような夢のサイトができねえかなと思ってんだよね。もう新しいコンテンツ作るのはたまにでいいと思うよ。もう過去に面白いものがあるんだから。だってぶっちゃけコンビニで100円払って家でアキラ見れるって言ったら俺100円払うもん。アキラ広角機動隊の映画1本100円払うもん。払わない？みんな。イノセンスとか広角機動隊、アキラ、卓球のピンポンとか、うーん、音楽も聴き放題でやってるね。っていうかね、日本はすげえそれ優秀だったのにね、よくよく考えてごらんよ。着メロに200円払ってたんだよ。たったショートのサビだけの音楽に200円100円払ってたでしょ。だ、日本はすげえ進んでたんだよ。払うよね。だから仕組みだけなんだよ、整えないといけないの。だから日本が談合してコンテンツしっかり守る著作権協会みたいなのを作って、ジャスラックの映像版みたいので、その権利分配をしっかりやるっていう組織を民放各社が寄り添って作って、もうそれね、国会議員が主導でやるべきだよ。うん。でそれで貯まったお金を分散したら面白いコンテンツ作ろうってなるじゃん。要はね、俺ね、それ感じたのが、YouTube で今、スピッツが爆伸びしてんの知ってる？スピッツのチェリーが未だに伸び続けてんの。すごいことなんだよ、これって。要は、スピッツの新曲は売れないんだよ。だけど、チェリーは印税生み続けてんの。チャリンチャリン。素晴らしいよ。そうそうそう。だね、コメントが書けるっていうのは本当にいいことなのかっていうと、俺ね、実はね、その段間塾コメント拾うか拾わないかって会議で徹底してやって拾わないっていう判断をしたの。で、俺はあれは正解だったと思ってんの。コメントを拾わせなかったの、あれ、あえて。実は戦略的にやってるの。アキラはね、サイバーパンク感の途中までは最高だよね。あ、でも後半も俺は好きだけど。そうなんだよ。今テレビとネットがライバルっていう関係だから、そこなんだよね。でもね、はっきり言ってテレビの力の方が多いよ、大きいよ。だって視聴率の 1% って30万世帯なんだよ。で、100万人って言われてんの。まあそれ昔のデータの取り方だから、30万世帯で100万人見てねえよっていうのが俺の考えなんだけど、まあ50万人ぐらいだと思うの。視聴率 1% でダメっていう番組じゃん。 3% とかでもギリギリなわけじゃん。 3% って150万人だよ。えぐいっしょ。だからテレビも、もうだからさ、新聞社が、新聞とテレビがなんで融和できたかってさ、新聞が金持ってテレビの株を出資したから大儲けするウィンウィンの関係だったじゃん。で、今回アベマがうまくいったのって、テレビ朝日とサイバーエージェント合同出資だからうまくいったと思ってんの。だからね、こういう時にホリエモンがいて、フジテレビとライブドアが提携したりとか、いろんな展開できたのになって。ホリエモンは早すぎたんだよな。で、俺はそんな中でどういう風に生き残っていかないといけないかっていうのはすごく考えてて、やっぱりね、配信はコンテンツとして、要は過激なことをやる、で、みんなができないことをやるっていうのってさ、要は絵頭2時50分を求めてるんだと思うの。言い方は、例えが正しいかどうかわかんないけど、絵頭2時50分のリアルなやつを見たいわけよ。で、本当に殴り合ったりとかを見たいわけじゃん。だからね、やっぱね、コンテンツとしてアンダーグラウンドなんだよ。で、それはね、すごく思って、例えばそのテレビの映像制作とか見たらさ、
やっぱり一定層がテレビってルールを設けてダメだって言うけど、実はすごく配慮をしてるの。要は50万人見るわけだから、こういう人たちも見てるようで、全員がお茶の間で楽しめるようにしないといけないよねっていうのが規制でもあるわけよ。で、過激なものを見たいんだったら配信とか、こういう俺らみたいなものを求めていいと思うんだけど、やっぱりね、50万人が見るとか子供が見る中で、言っちゃいけないこと、やっちゃいけないことっていうのを徹底して考えてるなと思ったもん。この表現は良くないよねとか。だからルールの中でどれだけ面白いことをやるのかっていうのが前提なのよ。ネットの資本が大きいとテレビに勝つのはそれはそうだと思うよ。っていうかテレビってもともと新聞社が出資してたの。もともとはテレビのベンチャーだった頃。だからテレビがここまででかくなるっていうふうに思ってなかったんだよ。江頭もちゃんと台本あるよ。むしろすげえ綺麗にやってるでしょ。だからチンコ出す台本があって、絶対映らないように編集が入るわけじゃん。いや、そうじゃないと呼ばれないでしょ。本当にチンコ出したら番組おじゃんになるわけでしょ。だからテレビは絶対やらせ必要だと思うもん俺。やらせなんだけど面白いって言わせたら勝ちだと思うの。やらせかな、やらせじゃないかなってにわかじゃん。中学生とか小学生じゃん。そうじゃなくて、やらせだけど面白いよねってが俺大人だと思ってて、それって最高の褒め言葉じゃん。やらせでも面白いわって。それってもうなんだろう、プロレス的な凄さっていうかさ。スポーツでやらせはダメでしょ。スポーツっていうのはダメだよ。それは八百長だから。そう、やらせと思わせないのが芸なんだよ、うん、スポーツはやらせを絶対やっちゃダメな世界だから。それだったら最初からやる意味がないじゃん。だから配信はだからクリエイティブにはなりえないなっていうのが俺の感覚なんだよな。だからパフォーマーとして多分生き残っていくんだと思うの。うん。ただね、ネットが俺ね、本当に良くないなって思ったのってさ、いや、いいところと悪いところあるんだよ。俺ネット好きだからディスだと思わないでほしいんだけど、例えばライブとかってお金を払ってファンが見に来るじゃん。だから基本的に楽しみに来てるから笑いに来てるの。ネットってさ、そうじゃないの。ただで見てる俺の方が偉いんだ。ケチをつけに行くな。わかる？だからそもそも一緒に笑おうとか楽しもうっていう感覚を持ってる人は持ってるよ。だけど持ってないのが前提だったりするのよ。この感覚ってわかる？なんか松本人志が言ってた、笑う気がないやつを笑わせることなんか不可能だよって、共同制作なんだよっていう。あ、でも最近やってるじゃん。中西マンとか、川崎洋平、柏木とか。あと、まあ、有名人で配信やってる人結構いるよ。
でもそろそろ目つけてくると思うよ。そろそろ始めると思うよ。そう、本当にそう。俺はね、横山みどりの、っていうかね、あそこはまた独特なんだよ。本当にそう。要はね、自分で作ったルール全部破ってるし、そもそもみどりさんって。乞食が悪いとか言い出してのみどりさんだし、暗黒なんだよね、そもそもが。だからね、本来ね、ふわっちってニコ生が嫌いな人が居ついてたサイトの、もうニコ生の文化ダメだよね。キャスのノリは子供すぎるよね。俺らおとなしく普通にトーク楽しみたいわ。面白いものには金払うわっていう人たちが来たの。要はアンチニコ生なの。ふわっちと FC2 はその空気が強かったの。でも結果ニコ生勢とツイキャス勢乗り込んできてぐっちゃぐちゃになったんだよ。もうその辺からやりづらくなったんだもん。ふわっちを。楽しかったよ、初期の頃のふわっちは自由で。もう狐枠なんかニコ生だもんね、ただの。だしね、やっぱりね、無料であるべき原価っていうのはやっぱニコ生の文化だなと思ったもん。要はね、オタクとかニートの文化なんだよ。まあな、みどりさんが議員になるんだもんな。俺だからね、横山みどりが3000万ぐらい稼いでないとおかしいって思ったもん。ニコ生で。石川紀之が年収5000万ぐらいないと、やっぱ夢ないよ。これこれとか。これこれはもう1億円プレイヤー。石川紀之1億から5000万。要は花形なわけじゃん。やっぱね、それくらい稼いでないと夢がない。続こうって思わない。実際さ、ふわっちでさ、アイラが流行らせたわけじゃん。アイラが稼いでるぞ、アイラが稼いでるぞ。ワドウも食えてるぞ。やってみようじゃん。ぶっちゃけた話。だから、俺よりも人気あったやつらとかも来たわけじゃん。俺と同じぐらいのやつも食えるって入って乗り込んでくるわけじゃん。俺だからね、なんかマンスリーランキングとかもリスナーさんもちょっと見る目養った方がいいんじゃねえかなっていうの感じるもんな。俺ね、ドレさんの放送今別に好きじゃないけど、ドレの深夜食堂は雑談で100万稼いでないとダメだと思うよ。あの閲覧数持ってるのすげえ大変なんだよ。ドレさんが花火で100万稼げてなかったらダメだよ。そう思いません？だって深夜でトップクラスなんだよ。じゃないと、やっぱ続かないよね。要は、稼いだもん勝ちになるとさ、結局、太い花火師がついたもん勝ちに変わるわけじゃん。だから、無課金でも稼げる仕組みっていうのを作らないとね、やっぱり難しいよ。メガホンとかのお金が少しでいいの。0.1円とかでも俺運営回ると思うもん。そしたらね、要は無課金税と配信者の融和が始まるの。ぶっちゃけな話ね、無課金税コメント書きづらくなってるんだって。そう、無課金税がないがしろにされすぎなの。だからたまに狐やんのよ。うっぷん溜まってんだろうなみたいな。ガス抜きしてあげたいの。無課金税もファンなんだから、このファンの人たちは時間を使って見てくれてんだから、少しでいいけど、無課金が1000人集められたら、1万円とか5000円とか収入になるような仕組みってうまくバランス取れば絶対成り立つんだもん。そう思いません？いや、俺ね、無課金の人が、
要はコメント書きづらいっていうのはね、ちょっと問題あると思うもん。そこをキャスに取られてるの。その要は俺ら居づらいっていうか、コメント書きづらいっていうか。俺だから無課金の人にもコメント書いてよって。ただアンチコメントは別ね、普通に参加してもらいたいだけだから、うん、だから狐の時は徹底的にやらせるじゃん。ブロック入れないじゃん。もう好きに書け好きに書けじゃん、うん、その代わり俺も好きなこと言うよっていう時間は設けたい。ガス抜きをしたいの。だってそのなんだろうな、 YouTube とかもだってそうでしょ。お金払う人だけじゃなくて成り立つビジネスモデルを作ったわけだから、俺可能だと思うもん。もともと可能なんだから。あとね、これね、ふわっちはこれやったら伸びるっていうのは、キートスの利点は配信外でも支援できるの。要はね、タイムシフトで見てる人ってすごく多いので、タイムシフトでも花火投げたいっていう人多いので、例えばね、俺1日8時間放送やります、16時間の放送はタイムシフト見てるんだよ。ここで投げてもらって1人が500円払ってくれるだけで俺どんだけ助かるか。で、投げたいと思ってる人いるんだよ、リスナーさんで。でしょ？何これ、こんなのあんの？ワード2。なんでこんなあんの？これどこで作ったの？これどこで作ったの？サメちゃんのところ無課金も書きやすい。俺は投げるけど。いやー、サメ島さんはだから、俺ね、でもね、ちょっとこれはサメ島さんに対して、それ違うんじゃないのって思うのが、俺はサメ島さんディスと取らないでほしいんだけど、サメ島さんは、ぶっちゃけた話、紐なわけですよ。だから、花火いらないよって言えるわけじゃん。わかる？で、俺はお小遣い少しあったら欲しいもん、ゲームとか買えるからそれでいいんだって、紐だからできるわけよ。でも本人は働きたいって言ってるから、俺はそこに対して言わないけど、ないけど、でもね、そのお金を担保があるから強くリスナーさんに無課金でいいんだよって言えるっていうのは俺は羨ましかった。だってそのある意味太いスポンサーがついてるんだもん。生活絶対守ってくれるスポンサーがついてるんだもん。拾いがなんだ。アイアンマンでね、こんなあんだ、すげえと思って。だから、まあ、鮫島さんはそれ戦って自分を変えて仕事やるんだって言ってるけど、俺は、いや、鮫島さんって、俺、食ってきたいっすよっていうのはどっかであった。1年ぐらい前の鮫島さんに対しては。だってさ、生活の担保があって、一人がさ、毎月15万とかさ、あげるから、そこは安心してって言われたらさ、アイテム気持ちでいいよって強く言えるじゃん。そこは羨ましいなっていうのと、その俺は花火言わないっていうのは、いやそれどうなのっていうのは俺の中で少しあったよ。でもまあ本人が働きたいっていう意向があったから、まあ本人の中で葛藤があるんだろうなと思ったけど、ぶっちゃけた話、俺ね、鮫島さんのリスナー花火普通に投げてくれると思うよ。で、余裕で30万40万稼げる人の、だから俺オカリナさんの考え方わかるの。オカリナさんは15万担保で紐でいいよっていう感覚じゃないんだと思う。あなたは配信で全然食える人だよって、それまで私が養うからねって意味だと思ってんの。俺だからね、オカリナさんが働かなくていいって言ってんのはそういう意味だっていう捉え方してる。あの人は稼げる人なんだもん。レジェンドだったから。だって1000人キープできるんだよ。喋りプロだよ、あれは。もう本当に配信何年もやってるんだよ。あの人が食えてないとおかしいんだって。あの人を食わせないとダメなんだよ。あの人が配信で年収1000万取ってないダメなのって俺は思う。うん、まあそこがね、鮫島さんの魅力なんだけどね。うん、俺はその鮫島さんのリスナーが気づいた方がいいと思うよ。うん、鮫島さんが食えてないっていうのはどういうことなのかっていう。だって1000人見ててさ、1人が100円投げたらもう10万だよ。たった100円だよ。そうそう、リスナーの味方みたいな言い方をするけど、本当に味方なのかなっていう。鮫島さんを食わせてないのはリスナーなんじゃないのっていうふうには思う、俺はね。まあ、鮫島さんは絶対否定すると思うけど、俺はそういう鮫島さんも好きだから、うん、
でも俺は稼ガンガン稼いでて、なんだろう、鮫島さんかっけえっていう風に、お、本当にかっこいい人だから、あの人が稼いでて当たり前だと思ってるから、俺はあの人にガンガン夢を見せてもらいたいし、ガンガン稼いでもらいたい、配信で背中見せてもらいたい。あの人はそれの実力あるもん、今現時点で。ふわっちで今の時間やっても1000人集められるもん。俺にはできないんだよ。だったら俺の数十倍稼いでて当たり前の人なんだもん。月100万稼いでるよ。いいじゃん、それで。で、そうじゃないと、ああいう風に芸を磨こうってならないはずなの。あ、なんだ、色恋したら花火上がるんだ。あ、じゃあ色恋しようってなるでしょ。芸を磨いてる人が稼げてないことって問題あると思いません？どうなんだろう。俺は鮫島さんに1000万2000万稼いでもらって、なんかじゃんじゃん稼いでもらいたいけどな。ていうか、なんだろう、オカリナがいるから大丈夫だよって言わせるんだっていう、俺は思う。少なくともそれくらいの1000人人を集める難しさっていうのを分かってるから。あの人天才だからね、本当に。鮫島って男がいかに天才かは俺が分かってるはずだもん、間違いなく。同じフィールドに立ってて10倍、5倍から10倍人を集められるんだよ。すごいよ、あれ。プライベートでも配信回った瞬間にギアガンって上げんの、あの人。で、トップギアで行くの。ローギアがないの。俺あるのよ。3段4段あるの。で、ギアがハマったら気持ちよくなってくのよ。で、リスナーさんもコメント走ってきて、今日最高みたいなんだけど、鮫島さんは一切手抜かない。閲覧100でも10でも一気にトップギア上げて、いや、30分以内に500とかまで持ってくの。一切手抜かないよ。そう、嵐も作るし、要は俺はガソリンって言ってんだけど、火種を見つけた時のガソリン役は鮫島さんプロ。まずガソリン役って必要なの。火種は小さくていいの。そこに炎上させるガソリン役やらせたらもう最強。あともう一個、スピード、コメントの切り返し、天才。要は全部のコメントあのスピードで流れてても切れるの。そこで面白いこと言えて答える。リスナーさんとの掛け合い完璧なの。あれはもう鮫島さんしかできない。と俺は思うけどな。実際最近の鮫島さんってさ、昔と違ってめちゃくちゃなことやらなくなったし、後輩思いなわけじゃん。で、後輩可愛がってるし育ててると思うよ。いや、鮫島グループみたいなこと言わないじゃん。でも鮫島さんを慕ってる配信者ってすごく多いの。まあ、一匹狼でかっこいいけどね。配信外でも必ず電話くれるもんね。配信の調子悪いんだろうなって思ったら。一言、すぐ1分以内に切るよ、鮫島さんは。窓やめようとしてんだろう、つって。苦しいな、つって。続けろって。じゃあなって。それだけだよ。わかるわかる。何も言うな、何も言うな。今苦しいな、閲覧ねえなって。でも見てるやつは見てるからなって。腐るなよって。のぞみさん、誰よりも配信に尽くしてきた人だから、誰よりも配信の恩恵を受けていいと思うんだよな。難しいよ。
俺、ワン太郎がいつぶっ放ねるのかっていうのはちょっと待ってるけどね。ワン太郎のハマりっていうのがやっぱどこだっていうタイミング。ワン太郎いつかぶっ放ねると思うんだよな。戦後の時も金杯にかすんでしまったけど盛り上げようとするのすげえよかった。戦後の時も金杯にかすんでしまって。ああ、鮫島さんが？いや、別に、金梅さんさ、霞んでないと思うけど。いや、霞んでないと思うけどな。あの人はエンターテイナーだからね。要は、リスナーさんを一番大事にしてる感じがするね、鮫島さんは。俺、一番ね、でもね、笑ったのがね、ワド、ワドって電話かかってきたの。ワド、いいか、俺の言うことよく聞け、ワド。配信者は誰も信用すんな。はい。わかったな。配信者、仲間だと思うな。じゃあな。プチって電話切られたんだけど、俺もっていうのがハテナマークでじわったの。俺も配信者で、鮫島さんも配信者で、いいか、ワド。配信者は信用するな。誰も信用するな。難しいぞ、これ。と思って。なんか、これってでも、良くない？ じわじわ来るでしょ。これは、なんだ？と思って。おはよう、ちょめちょめ。これなんかじわじわ来ない？俺、配信者のカウントになってないのかなとかさ。お前のこと信用してねえからなっていうニュアンスではねえぞ。面白いな、これ。っていう。哲学的だった、ちょっと。なんかあったんだろうね。なんか、仲間だと思ってた配信者から嫌がらせをされたんだろうね。哲学的だよ。でもなんか嬉しかった、それを鮫島さんに言われた時。なんかなんか嬉しかったんだよね。なんでかっていうと、俺とお前の関係の話を度外視して言ってるのが伝わってくるから。で、俺らはどうだよなみたいな話じゃないの。そこは男臭い世界なんだけど。それを言う間柄だってことだ。配信者は信用すんなよって言ってくれる間柄だから、なんか俺の中ではなんかこう、面白かったんだよね、すごく。なのか、俺のことも信用するなっていうただの話だったのかはわかんないけど。迷宮入りです。俺の配信の中で先輩後輩はあるでしょ。先輩後輩あるよ。やっぱり、同い年でも野田に対するリスペクト、石川紀之に対するリスペクト、関慎吾さんに対するリスペクトってすげえあるもん。いや、鮫島さんと香川さん一個上なんだけど、やっぱり関さん同い年、石川紀之同い年、野田総理同い年なんだよ。で、この3人の凄さっていうのは、もう配信者としては倍近くあるの。のりゆきさん10年やってるでしょ？慎吾さん多分7年ぐらいでしょ？で、野田総理は多分6年、7年なんだけど、やっぱりね、この3人ってズバ抜けてるんだよ。ための世代の中で。で、俺は配信歴は短いけど、やっぱりね、1個の観察をした時にレベルが違うって思う。関慎吾、野田総理、石川のりゆき。だから、これはためだとしても先輩なんだよ。俺の中では。あるよ。で、要はちょっと稼いだり、ちょっと閲覧が上がる子っているでしょ？ふわっちとかのポンっていくじゃん。例えば、養分なんとかとかさ。あんなのってさ、ぶっちゃけな話さ、ふわっちで500人じゃん。俺、ニコ生で1000人とか集めてて、もう完全にギア落としてやってるから、ぶっちゃけな話、あんなの配信じゃねえよっていうのあるの？俺の中で。
いや、そこ寄せてるだけでしょ、ハマってるだけでしょって。俺できるよって。ただ、あえてこっちでやってんだわっつ。で、それってキャリアを重ねることに分かってくるもんなのよ。あ、要はマラソンのスピードでこの閲覧かとか、いや、トップギアでこれかとか。だから1000人集める放送ができないわけじゃないっていうのは分かってるから、自分で。いや、そのペースでやってねえんだわこっちはっていう。これ言い訳に聞こえるかもしれないけど、リアルにあるの。だからね、そこに気づくとね、やっぱね、評価がされるんだよ。あ、ワド、このペースでこういうやり方でやっていくのね、みたいな。配信者同士って本人たちにしかわからない独特の距離感と変な信頼関係があるか。あのね、信頼関係に関して言ったら、この人絶対笑わせてくれるっていうのは、香川さんとかと凸かけるとやっぱわかるよね。あ、この人すげえなって、わかってるっつうか、あ、もうこっち側がこうしてほしいっていうこと全部わかってるなっていう。で、下手なやつは下手。要はね、ノウハウとかテンプレートができないの。ああ、もう早く落ち着けろよとか、振ってるじゃんとか、ここそうじゃないのにっていうのはすげえ感じるときある。要はお約束ができなかったりする。そこはね、なんかね、悲しいなっていうか、もうこれしかないじゃんっていうのってあるの。何がどう考えてもこれってこの流れなんだよっていうのって、をやらん、できない人がいるの、気づかない人。経験なんだよ、そこは。だから、やっぱり、キャリアが長い人とかは、もう安心できるね。あ、俺、この役割ね、とか。あ、ここね、とか。あ、この人、今、ここなんだ、とか。だから、例えばさ、もう、金梅さんのところに売名しに行って、金梅さんのところで主役面してるやつなんかもう話になんないよ。たまにいるじゃん。絶対に求められてないことなの、金梅さんのリスナーから。だから、それはやったらダメなのになとか思うもん。なんでそれをそれできるんだろうみたいな。ああ、なんかブロックされるの分かるな、理由が。いや、こういうとこだよね。いや、こういうところが、ああって思うわ。なるほどな。おう、マブヤ、久しぶり、おはよう。おはようっつうか、もう寝るけど。いやー、こういうとこでしょ。こういうとこでしょ。いや、残り1分で自分のリスナーフォロー欲しいからって、売名コメント書いちゃうんだよ。いや、こういうところが、同業から嫌われるところでしょ。だって、今、笑うところでも何でもないわけじゃん。明らかに残り時間で、あ、フォロワー100人見てるから、自分でフォロー拾おうっていう。じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れー。